にちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会阿蘇支部です。今日の料理は今が旬のアスパラとジャガイモのマヨバター炒めです。教えてくださるのは村上さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、そして器はこちらになります。阿蘇市小里にありますスローガマさんに貸していただきました。スローガマさんでは毎週水曜日講師を招いて陶芸教室が開かれています。詳しい問い合わせ先などは番組の最後に紹介しておりますので、そちらをご覧ください。では村上さん、今日は、はい、今が旬ですね。今が旬、そうですね。はい、じゃがいももですね、もう旬ですので、うん、まあ、子どもたちの大好きなものを作りたいなと思って、うん、はい、はい、今日はこれにしました。はい、はい、じゃあまず何から、はい、まずじゃがいも皮を剥きます。はい、はい、それとアスパラ、はい、はい、じゃがいもと同じで斜めに切ります。はい、はい、これで、はい、はい、このハムを、はい、ハムを少し大きめにハムは切ります、はい、こっちに調味料がありますが、はい、まずバターでハムを炒めます、はい、ハムを炒めます、うん、はい、でちょっと色が少しもし変わったらもうこれを入れるだけです、はい、うんうん、順番は、はい、まあ、どっちでも、はい、もうある程度もう通ってますので大丈夫です、はい。じゃがいもは少し歯に少し残るぐらいの硬さがいいなと思います、はい、あんまりやわいのもあれかなと思って、はい、でもこれにマヨネーズ、はい、じゃあ最初にマヨネーズ先にいきます。はい、マヨネーズと塩コショウです。ちょっと味を整えます。はい、なんかこうクリーミーな感じですね。そうですね、それに、はい、チーズを入れて、うん、もう焦げつかない程度にしたらもう終わりです。はい、それで、はい、はい、ありがとうございます。これで一応、はい、もう一応これで出来上がりです。はい、早いですね、もう時短です。アスパラとジャガイモのマヨバター炒めです。です。出来上がりました。できました。ではメイン以外にもいろいろ作っていただいてありがとうございます。じゃあいただきます。いただきます、はい、うん、バターのコクとあとね、みずみずしさっていうんですか、このアスパラのやっぱ旬だから美味しいですね。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市小里にある阿蘇スローガマでは陶芸教室も行われています。実際に土に触れお気に入りの器を焼いてみてはいかがでしょうか。